国鉄多26000経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は、アリュー酸素大器専用の35トン石タンク車として1975年4月14日に1ロット給料が富士重工業の一社のみで製作された。記号番号表記は、 特殊表記符号、公前置し、小滝と表記する。所有者は、全社日本石油輸送でありその常備駅は、日本本線の鶴崎駅である。その後常備駅は、名古屋南港駅を経て、郡山駅へ移動になった。本形式の他にアルーサンソーダ駅を、専用種別とする形式は、滝18,200系、滝2100 21, 系の2形式がある。 タキ18,200型は、全社日本石油輸送所有者であり、1975年4月より7月に、かけて廃車になり形式消滅した。本形式は、タキ18,200系の次級にあたる。1979年10月より化製品、分類番号、独61が表記された。1980年3月31日に、専用種別が、 ニトロベンゼンに変更され、さらに1995年6月に5両が、青果、ソ田駅へと変更した。タンク体材質は、ステンレス構成であり、二役方式は、マンホールからの上入れ、駅で缶と空気管使用による上出し方式である。駅で缶と空気缶は、S 時間を装備している。全長は1 1400mm。 全幅は 2560mm、全高は 3841mm、台車中心間距離は 7300mm、容積は29.4立方メートル、時長は16.9トン、換算量数は赤車5.0、空車1.6である。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車の車席が JR 貨物に継承されたが、 2008年度に最後まで在籍した2両が廃車となり、同時に形式消滅となった。ありがとうございます。